大学の知られざる魅力がわかる大学のぞき見 TV キャンパスライフ。関西の大学に潜入し学校の魅力を紹介する番組。この番組も3回目。大学び先生ともようやく息が合ってきた。今まで会ってなかったの。それはさておき、今回はどんな大学をのぞき見するの。ラビちゃんはミーハーだから最先端って言葉好きでしょ。勝手に決めつけんといて。けど最先端って気になる。今回はそんな最先端が詰まったこちらの大学。なるほど、大阪工業大学ね。確かに最先端の技術とか学べそう。大宮キャンパス、枚方キャンパス、梅田キャンパスの3つのキャンパスがあるんじゃが、今回紹介するのは2017年4月、大阪の中心地梅田に誕生した梅田キャンパス。地上21階、高さ125メートルを誇る都市型タワーキャンパスなんです。建物から最先端。そうじゃろう。しかも梅田にあるって立地も最高やん。この梅田キャンパスにはロボティクス&デザイン工学部という最先端の学部があり、ロボット工学科、システムデザイン工学科、空間デザイン学科の3つの学科があるんです。それじゃ大阪工業大学をリポートしてくれる学生さんを呼んでみるぞ。おーい、ラビちゃん、大学び先生、こんにちは。今日は私が大阪工業大学梅田キャンパスの魅力をたっぷり伝えます。今回リポートしてくれるのは3年生の本田彩音さん。本田さんは今年数々の賞を受賞したある最先端の取り組みを行っている学生さんなんですが、その最先端の活動内容は番組後半でお送りします。引っ張るね。それでは早速工業大学の中に潜入。え、天井めっちゃ広い。綺麗なオフィスみたいになってる。学生たちはこのセキュリティゲートを通って大学内に入ることができるんです。セキュリティバッチし、入り口から最先端だね。ということで、まず最初に紹介する最先端がこちら。まるで映画の世界、ホニャララを使った授業。最初に紹介するのはエレベーターで6階に上がった先にあるこちら、ラーニングコモンズです。ラーニングコモンズ？何それ。ここは学生が自由に利用できるフリースペースで、いわゆる自習室みたいなところ。みんなでアイデアを持ち寄って新しい価値観を作り出すにぎわい空間だよ。へえ、こんな広くて綺麗な自習室あったら勉強はかどるやろな。ここでラビちゃんにクイズ。このラーニングコモンズではある最先端の授業が行われているんだけど、どんな授業だかわかる？なんやろ。わからない？ヒントはこれ。何これ、なんかのゴーグルみたいやけど。残念、時間切れ。正解は仮想空間の中で行われる授業です。仮想空間？そうなんじゃ。このラーニングコモンズでは教員や学生が VR ゴーグルを着用してメタバースと呼ばれる仮想空間上で授業が行われているんです。実際に教室に集まってるんやったら直接授業したらよくない？なんでわざわざ仮想空間で授業するん？そんなラミちゃんの疑問に仮想空間を使って授業を行う井上学部長が答えてくれましたよ。インターネット上の仮想空間で、教育や授業をするとどういった学習効果があるのかというのを研究しています。仮想空間ってどんなことに活用されるの？そうですね、例えば、メタバース上でロボットの動きをシミュレーションしたり、アバターを使って英会話の練習ができるようなことを考えています。メタバースの中でいろいろ試したりできるってこと？すごい。メタバースの世界がどのようなものなのか本田さんに体験してもらいました。
すごい。これは今大工大の外にいますかね。これリアルです。建物の細かいとこまでできてます。ちょっと中に入ってみようと思います。中の様子はこんな感じ。現実の建物内部の様子がメタバース上で見事に再現されているのがわかるでしょう。ほんまや。わざわざ学校行かんでいいやん。続いてやってきたのは現実の本田さんがいる6階のラーニングコモンズ。すると明先生がいますね、はい、今あのラーニングコモンズに到着しました。メタバース上の井上学部長が登場。アバターめっちゃ似てるやん。仮想空間上ではこんなこともできるようです。まあいろんな動きができるので、はい、これ明先生が今踊ってるってわけじゃないですよリアルな私は踊ってないですね。あのアバターだけ踊ってる、はい、すごい。先生めっちゃノリノリ。仮想空間上では何だってできちゃうのもいいとこだね。メタバース空間を初めて体験した本田さん、その感想は？自分の視野に世界がついてくるっていうのがすごい新感覚で面白かったです。本田さん、私も仮想空間体験したい。ラビちゃんは体験できないと思うので今回は次さんに体験してもらいたいと思います。はい、いや番組プロデューサーの宇津木さんや。誰がわかんねん。まあいいや、宇津木さんどんな世界なのかちゃんとリポートしてよ。おお、ああ先生が近い。わあ先生お世話になっております。なってます。いやこう同じなんていうんですかね、こう実際つけてみると、まあ、そこまでその人の姿とかは遜色ないと言いますか、すごくなんかリアルな感じはしましたね。いや、リポートうまいか下手なんかよう分からんわ。井上学部長、ありがとうございました。大阪工業大学を目指す学生にメッセージをお願いします。新しい製品やサービスを使う側から作る側になりたいなと、思う、皆さんに来てほしいなと思っています。私も新しいもの好きやから大阪工業大学で学んじゃおっかな。やる気さえあれば誰でもウェルカムだそうですよ。続いてやってきたのは20階のデザイン演習室。空間デザイン学科の学生が主に使うところで模型やデザイン画を作成する部屋なんです。ここはなんか工業大学って感じやね。学校の工作室みたい。そうなんです、ここで何でも作れるよ。空間デザイン学科では何を学ぶことができるのか白髪教授が教えてくれました。我々の身の回りのものというのは全て誰かがデザインしたものになります。建築のデザイン、それからその内部空間のインテリアデザイン、それからモノ、プロダクトデザインについて学びます。このようにデザインについて幅広く学べる学科が我々空間デザイン学科です。要するにいろんなものをデザインする学科ってことね。そうなんです。こちらは卒業生が作った作品。どれも個性的で見ているだけでワクワクしますね。中には盲導犬のハーネスや義眼をつけている人のための眼帯など、卒業生が作ったものが世の中に出ているケースもあるんだ。自分が作ったものが世の中の役に立つって最高。さまざまなデザインに精通し、建築設計業やハウスメーカーなどに就職する学生が多いようですよ。大阪工業大学梅田キャンパス、ここが最先端。続いては超絶景、激安で楽しめるホニャララ。あれ、これエレベーターやんな。21階に到着したけど、どこに向かってんの？
大阪工業大学梅田キャンパスの最上階にはナビちゃんの大好きなあるものが、それがこちら。ここレストラン？実はここ学食なんです。学食？おしゃれすぎ？そう、ここ菜の花食堂はビルの最上階地上125メートルにある大阪工業大学梅田キャンパス自慢の最先端食堂なんです。学生食堂っぽくない？てか景色やば。そんな菜の花食堂で楽しめるのが学生に大人気の唐揚げに野菜たっぷりのポテトサラダ、さらにピリッとした辛さが食欲をそそる麻婆豆腐など、日替わりで23品目から選べるランチビュッフェなんです。一流の料理人が手掛ける数々の料理、美味しそうでしょ？めっちゃ美味しそう。私も食べたい。さらにさらに、こちらの食堂、学生さんだけではなく一般のお客さんも利用することができるでしょ。そうな、ラビも行きたい。ちなみにこのランチビュッフェっていくらなの？はい、ここの大阪工業大学の学生さん限定でなんと500円でお楽しみいただけます。500円？安すぎ？はい、大学の学生さんってあんまりお金に余裕がない学生さんが多いので、この値段にしました。学生さんにはバランスのいい食事をとっていただきたいと思ってます。500円にしてる代わりに盛り付けは1回限りです。食べたい食べたい。今回はこの方に食べてもらおう。あ、宇津木プロデューサーしれっと並んでるやん。何してんの？しかもめっちゃ持ってる。色茶色。宇津木さん、相当お腹減ってたみたいやな。俺もまそうやな。人生初の食リポ、宇津木プロデューサーお願いします。なかなかのメニューじゃね。まずは、学生さん人気ナンバーワンの唐揚げからいただきたいと思います。宇津木さん左利きやったんや。唐揚げからいったね。さすがだね、おいしいもんね。ホテルでいただける唐揚げと一緒ですね。ホテル？これどんな食べ？衣がサクサクしてて結構身もしっかり入ってまして、うんうん、美味しいです。幸せそうな唐揚げ。唐揚げに並んで大人気のカレーもいただいちゃいました。ねえねえ、唐揚げはいいよ。ねえ、唐揚げからのカレースペシャルここじゃの。結構いくね。一口が大きいね。大きい。辛さ的にはそこまで辛くもなく、結構小さい子でも食べれるような辛さで、コクがすごいですね。確かにコク。すいません、もう美味しすぎてもうご飯いっぱいになくなっちゃいました。いやいや、舐めたんかもだ。宇津木さん、食リポはまあまあうまかったな。この後全部食べたそうだよ。実際に利用している学生さんにもお話を聞いてみました。週に 2,3 回ぐらい来ます。安いんですけど、やっぱ美味しいですね。もう学生にしたらすごい助かりますね。もう毎日来てます。もう結構お皿もモリモリで、ここにも溢れるぐらい入れちゃいます。めちゃくちゃ安いですね。助かってます。安くて美味しくていっぱい食べられる。私の学校もこんな感じにしてくれへんかな。ちなみに夜は食堂がイタリアンレストランに様変わり、梅田の美しい夜景を眺めながらコース料理を楽しめるんです。デートにぴったりですね。夜は昼と全然雰囲気が違ってロマンチック。って宇津木さん、何してんの？大阪工業大学梅田キャンパス、ここが最先端。最後に紹介するのは、全国大会で多くの賞を受賞、ホニャララロボット。さ
さあ、9階のイノベーションラボにやってきました。ここではグループワーク形式の演習授業や卒業研究、課外活動などが行われています。なんかすごい活気あふれてて、とんでもないロボット開発されてそう。ラビちゃん、番組冒頭で少し触れた最先端の取り組みって何か覚えてる？ずっと気になってたから覚えてる。もしかして空飛ぶ車とか作ってる？実は空は飛ばないんだけど、私はレスキューロボットを作ってます。そう、本田さんはロボットプログラミング部ウーパールーパーの部長さん。52名の部員をまとめるすんごい学生さんなのです。本田さんたちは災害時に救命救助活動を行う2機のロボットを開発。その名も1号機ロミオ、2号機ジュリエット。実際の災害現場で活躍できるロボットの4分の1スケールで設計されているんです。なんと今年の全国大会では最優秀賞にあたるレスキュー工学大賞をはじめ数多くの賞を受賞しているのです。めっちゃすごいやん。しかもジュリエットはベストロボット賞にも輝いてる。今回はコンテストでも使われるフィールドを再現してもらいました。フィールド内に置かれたダミアンと呼ばれる人形をいかに優しく救助できるかが評価のポイントなんです。ロミオとジュリエットはどのように救助するのか早速見せてもらいましょう。まずは1号機ロミオ。瓦礫に見立てた木材を撤去できるのがロミオの魅力の一つ。ダミアン救出へ経路を確保していってますね。うん、すごっ、ダミアンに近づくと前方の可動式カバーをオープン。アームを伸ばしダミアンに覆いかぶさった瓦礫を撤去します。すごっ、撤去できてる。そっとよ。慎重にアームの位置を調整しダミアンを確保。すごー、挟まってるで。ダミアンを持ち上げロミオ内部へ運び込み保護します。すごい。あ、離れた。そうよ、すげー。でしょ、ベルトコンベヤーで中に入れるんや。すごいアイデア。優しく無事にダミアンを救助することができましたね。続いてベストロボット賞に輝いた2号機ジュリエット。すごいすごい。足が6本の足を巧みに操り段差を登っていけるのがジュリエットの魅力。すごい、登ってってる。目の前に瓦礫があっても足の長さを変えることで楽々と乗り越えることができるんです。瓦礫を撤去しなくてもどんどん進んでいけるっていうことね。すごいね。すごい。そしていよいよダミアンの救出。ダミアンの上に覆いかぶさり頭、お腹、足元を固定することでダミアンを救出することができるんです。ベストロボット賞に輝くだけあっていろいろ工夫されてるんやね。運ばれてるね。最後に本田さんからラビちゃんにメッセージ。今すごい女子が少ないので私としてはこう一緒にこうパワフルにロボットを作っていける女子っていうのが増えていったらすごい嬉しいなと思います。ラビちゃん、大阪工業大学で待ってるね。本田さん、リポートありがとう。どうでしたか？大阪工業大学梅田キャンパスには最先端が詰まっていましたね。ハイテクでおしゃれで食堂も美味しそうでどれもすごかったな。また次回とっても素敵な大学を紹介するのでお楽しみに。
またねー。